はい、今回は富山県魚津市はじめ屋さんまでやってきたんですけども、今回はちょっと早めの時間にお邪魔して食べる前に店主の小沢さんのお話が伺えるということで、ちょっとね今から行ってみたいと思うんですけども、ちょっと楽しみに行ってみます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。いや、お願いします。はい、おはようございます。暑い中すいません。お久しぶりです。なんか新しくできましたね、あれ、検温器と。ああ。ちょっと今めちゃくちゃお忙しい、開店直前。大丈夫です。場所どこが？中で。いいですか？中で話して。おはようございます。すみません。お忙しい。なんか修行のお話しとったっけ？そうですね。なんかいや、この前帰り品に送っていただいたじゃないですか。え？帰り品に、ね、駅まで送ってもらって、ちょっと話してて、少しトラックのドライバー時代の話が出てたんで、それで初めてほら吉村さんのを食べて、そう、なんこんなの食べたことないって思って、そう、もう本当であの時ね、本当衝撃、こんなラーメン食べたことないって感じで、もう本当にびっくり、衝撃がした、結構小沢さんですよ、トラックで全国やね、そうやね。全国ご当地ラーメンとかいっぱい食べたりしました。ラーメンっていろんな、そうですね、いやそうですねって、まあほとんど関東やから、全国行ったけど、ほとんど関東ばっかりやから、関東でもだからその吉村のラーメンに出会って、本当やっぱ他のラーメンなんか食べれんようになってた。あ、そうって言ってたから30前、20代から20代で、そこで決心して、そうです。最初何回か食べてっておっしゃってましたもんね。最初の1日じゃなくて、そうです。だから最初わすげえ何これって思って、で一回食べて、なんかあれどんなラーメンやったかなってなんか自分で思って思い出して、なんか無性に食べたくなって、また行っちゃって、もう行って、もうそこからですよ。もう中毒。あ、もう2回目でもう中毒。中毒。すごい。でもめっちゃ決断早いですよね。決断早い。もうでもやるんならもう吉村にね、お願い、写真をお願いして入るしかないと。最初はだからお願いに行ったんやけど、しばらく電話かかってこなかったやんか。ああ、ちょっとまず連絡しますよって言われて1ヶ月ぐらい、で俺もだから俺なんか試されとるんかなとかって思って、ああ、何かもう一回来る、どうしたらいいのかなみたいな、どうしたらいいのかなとかって、自分でもなんかちょっと、まあ、そ勇気がないっていうか、なんかなかったよね、その時で。ただ待っとるって感じだったんやけど、でもいやちょっと待ってよって、いや私俺試されとるんかなとかって自分でいろんな頭の中ぐじって考えて、でそれで電話して、おじゃあ面接に来いよ、あ、わかりました、ありがとうございますっていう感じ、でそれで夜行バス乗って、その時もお金もあんまなかったから、で夜行バス乗って横浜あれ池袋かな、池袋5時ぐらい、5時か5時半ぐらい着いたんかな、でそれから電車乗って横浜まで行って、で待ち合わせがだから10時か11時ぐらいだったと思うんですけどね。でそれで待ってて、8時ぐらい、7時ぐらいにもうなんか横浜駅着いたもんで、ずーっと横浜駅の方でボーッと待ってて、でなんか本当バカみたいな、もう人がボーッていっぱい来るし、ただその人見とるだけだし、いやーっと、でも待ち合わせ確か10時か10時、まだ今これこんな人でどうするんかなと思いながら、でも仕方ない、待っとらんなんかなと思って思ったけど、もう8時ぐらいで自分もちょっとしびれ切らして、もうやっぱりちょっとそのまま時間早いけど、ちょっと行くわっていう感じで、で行って店行ったら社長仕込みしとられて、で「お前面接早いな」とかって言われて「すいません」って言って、なしきと今でもなんか仕込みは吉村さんから、そう、社長ずっとやっておられるよ、朝から、すごいもうずっとやからね、ずっと今もう70ちょっと超えたぐらいだから、それでもずっとね、ずっともう
やっておられるからすごいですよ、うん、ええ、ね、でそれでお前とにかくじゃあちょっとここで休んでよ、でお前逃げんじゃねえぞ、はい、そこから逃げんじゃねえぞ、逃げんじゃねえぞ、はい、当時はもうバリバリのバリバリのもうイケイケのはい大丈夫です頑張りますっていう感じで、ええ、でそれでまあ面接終わって面接が終わってでそれでじゃあ伊豆一家から来なさいと言われて、あ、まあそれからちょっと1週間か2週間ぐらいあったから、で俺もまた用意して向かったんですよ。でそれからまあ社長にあの、まあ、初日ですよね、初日でお前じゃあなんだよお前何食売りてんだよって言われて、1日何食売りてんだよ、はいはい、ラーメンのことなんか全然わかんないし、100杯ぐらいかなとかと思って、あの 100杯ぐらい売りたいですって言ったら、バカ野郎メーカーになろうって、お前とっとと帰れって言われて、ああもうその時点でもうだからなんですか、吉村って言ったら相当なすごい数取られるじゃないですか、うん、ね、だからまあ社長にしたら100杯言ったらもう本当の何っていう感じの、ああ表紙抜けしたって感じなんですよね、ああで中日は100杯ってもうすごいことやなって思ってたんですけど、もうその時点でもうあの社長とのその何もうレベルの違いというか、そこからもうで朝からあの仕込みされてて、で一緒に仕込みして、でまあしばらく慣れたような頃に社長もこう自分たちもこうやって営業始まるような頃に社長もこう自分でこうってあのなんすかシンクの下とかさ、ああいう汚いところああいうとこ自分でゴシ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 やっておられるのか、え、社長なんでそんなことやってられるんですかつって、バカ野郎って、まあ、こんなのお前俺がやるんだよって、へー、それを見て、あ、この方ここだから素晴らしいんやって俺それで初めて分かった、その時、うん、店やる時は店っていうかもう、ね、店構える時はもうこういう姿勢でないとダメだなと、ね、確かに派手なところのイメージしかなかったので、うん、もう驚きました、もう自分の店大切にするからもうピカピカさ、うん、もう本人がやられる、本人が俺社長自身がもうしゃがみ込んでこうやってシンクロしたとかうわーってきれいにして、もうそれ見た瞬間にもう本当にあもうここでないとダメなんだって、で初めてその時思い知らされるって感じ、甘く考えてたから、うん、まあ、こうでないとダメなんだなっていうのを初めて思いました。1年、2年ぐらいかな、2年近く、うん、あの朝、それからまた吉村行ったり、あのその時杉田屋さんがあって、はいはい、杉田屋さんが自分の行った時1年ぐらい前にちょっとオープンされて、で杉田屋さんに修行に行って、はい、お前はそこも正直、お前もここに勉強しろって、はい、わかりましたで、勉強して一生懸命津村さんと石川さんと、まあ、津村さんと一生懸命やって、はい、で、いろいろいろんなことを教わったり、はい、まあ奥さん、英子さんって方もございます、はい、まあね、その方にもいろいろいろんなことを教わったり、ね、勉強、本当勉強になりました、うん、で、その後にしばらくすると、カニ屋さんが、うん、まあ、ちょっとオープンされるということで、それで、じゃあ自分もじゃあカニ屋さん、ちょっとお前オープンの時見とけ、どこオープンの時はこんな感じだから言って、で、体験させてもらってオープンの日が、で、そのままその患者さんにしばらくずっと長いしばらくずっと患者さんで修行させていただいて、へぇ、すごかったですよ、そこはやっぱ患者さんとかそうですね、うん、で、それでいざ、まあ自分の店持ちますわね、もう、で、最初は自分で簡単に考えて、やっぱり、あ、こういう感じでやればできるんやな、ああいう感じでやればできるんやなっていう感じで、いざね、自分で持ったらやっぱり、なんすか、パニックっちゃう、あ、もう分かんない何やってたのかを、もうその当時の記憶がほとんどない、あ、そう、うん、もう毎日ただやる一生懸命なんかやって、うんうん、噛んだりだからできると思ったんですよ、こんなトラック上がってさ、ね、何もわけも分かんない、ね、ラーメン修行行っただけでできると思ってた、もう思って全然違う、スタートは何で、スタートはね、うちの嫁と、はい、嫁と社長の次男さん、はい、のりくん、あずぎ、はい、屋さんの店主さん、はい、3人で、3人ですごいね、そう、ある意味すごい、ある意味本当すごい、うん、でも本当にのりくんがいなかったら今の始めはないね、へー、ない、本当にない、
のり君がいてくれたから、小田さんこうしようよ、ああしようよっていろいろなアドバイスもくれたし、じゃあそうしよう、次の日じゃあああしよう、じゃあこうしようっていう感じで、でその時にもまたいろんな、まあ、柄とかもいろんなどう使ったらいいの、この社あの吉村の社長も吉村の社長もあのまた材料持ってきてくれたりとか、もうすごいねお世話になりました。もう感謝しても感謝しきれないから、その社長があったから今のはじめ屋があるんですよ、残ってられるんですよ、いろんな助けていただいたおかげで、いまだにまだまだ勉強ですけど、本当にその時はね本当にできるもんやと思って自分も高く食ってた、もう全くもうみんなの力が本当大切だなと思いました。みんな 今みんながいるからうちの店もねできてるんであって、俺一人じゃまだ何も見るんだ、すごいなんとかなんとかへばりつきながら頑張ってる、一生懸命、まあ、地域の皆さんにも支持していただいてるんで本当に助かっております、ありがたいです、これがはじめ屋の始まりですよ、うん、もう、本当ね何やってたのか自分で覚えないんですよね、よく頑張ってくれた、まあ、ただ俺もさ体を動かすことしかできんからさ、やっぱり燃えて何かするしかないから、とにかくもうやるしかないから、もう体だけ動かしてもうぶっ倒れば何しようかと、そういうつもりで今までずっとやってます、そうですよね、いっぱい来ていただきますから最初ね、ロイでもそれこそツアーでライブの時に来る感じだったんですけど、途中からなんだろう、ここのために富山来たいなみたいなね、そう言っていただけると本当にありがたいなと思います。ちょうどこの近くのお寺でライブがあってあったんですよ、500年祭とかっていうのがあって、その時に呼んでいただいて、でそれが2回目かな、なんかはじめ屋さんに来るのが、今少しずつまだ進化してると思うんですけど、まあ、もう最初から出足から比べるとだいぶちょっと進化してると思うんですけど、これも みんなの皆さんの力添えのおかげ、吉村社長やのりくんや、あと直系のグループ皆さんの、支えているというおかげで今があるんです。最初来た時薄切りのチャーシュー、あ最初ね、最初スライスチャーシューみたいなやつ、あそうでした、それで最初一番最初ちょっとこう作って、はい、でちょっと試してこうやってちょっといろんなだからいろんないいこといろんなまで変化させて、ね、スライスもまああれですけど、今は普通の普通の厚さ、うん、その時あれ結構印象的で、ね、うん、だからスライスだと柔らかく自分的には柔らかくていいかなとって思ったけど、ちょっとやっぱ香りにちょっと落ちるかなっていう感じもあって、うん、やっぱりそれもちょっと、ね、一枚普通の厚さみたいな、はい、ね、まあまあまだいろいろまだ変わると思うけどね、いろいろまた。それは飲み店主時代にいろいろ行ったけど、吉野屋さんにもついて。そうそうそう、僕ね、あんまり他のラーメンのさ、いや、いいとこもいっぱいあると思う、はいはい、いいとこいっぱいあると思うんやけど、やっぱ自分のラーメンにもこれやって、なんか、どういうことか、なんか、こだわりってたらええんやけど、なんかもう、ぶれたくないっていう、自分の思いで動くんならさ、変わるんだら別やけど、なんか、他のとこに惑わされて、これ、これ、なんか、わけわからんがなりそうな感じで、あんまり、いかないかな。もう、マコも、間違いなく家系が一番やとか言ってた。ああ、いや、完全にそうなんですか。うん。やっぱこれ、いや、本当、癖になりますよね。うん。一体食べて、俺も最初本当ね、何これ、ラーメンっていう感じで、最初本当ですごく衝撃受けて、でそれで、あれどんなったのかなって2回目食べるんだけど、あれどんなやったのかなと食べた瞬間、うまってなって、あでも、もうそれからもう中毒また中毒でした、中毒、本当すみません、この間久しぶりに、まあ、連チャンしたんですけど、杉田屋さん行って、いやもう最高にうまくて、杉田屋さん行った後にカニ屋さん行ったんですよ、そしてまたうまいとか思って患者さん中毒、もう従業員も全部患者さん中毒患者さんですね、あそうですか、もう逃げ皆さん変わらないメンバーでも安定感ありますよね、ありがとうございます、はい、もう他のみんな家族みたいなもんですよネットフィリックスああ、そうなんだ、全然意外、どんだけ見るんですか、ね、感じで感じでもうずっと俺感じで聞いたら多分相当詳しいね、あ、そうなんですか、もうドラマでも何百本見たらと思うよ
え、結構泣いたりするか。泣くのも何本かあったけど。でも本当感流はすごい。あ、そうなんですか。もうで、あ、あれやろ、こうやろ、こうやろ、こうやろ。あー、それね、それね。だいぶギリもちょっとピンと思うけど、ちょっと荒続いた。あー、そうか、あれあれあれって言って。すぐ思います。もう、冬のソナタからもう何だろう、もう全部見とるから。はい、というわけで伺ってきました店主小沢さんの話だったんですけども、もうかなり話しびれてしまって、もう自分的にはこれ完全に神回でした。はい、ということでこのテンションで今から実食行っていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。